こんにちは。今回ご紹介する本はこちらの闇に葬られた歴史というこの一冊になります。この本はいわゆる通説、通常言われている歴史の真実と思われているものとはもう全く違う、こちらこそが真実だというような新たな説を何種類か展開している一冊になります。この中で特に個人的になんですがインパクトがあったのは、織田信長を殺した真犯人、もちろん実際に手を下したのは明智光秀ということになるんですが、その裏にはスペインのキリスト教勢力イエズス会が実はあったというのがまず一つ。そしてもう一つは徳川家康は実は関ヶ原の戦いで、殺されていたという小説があるんですけれども、これの 元ネタになった学説のようなんですが、もっと早くに家康は殺されていて、で影武者がその代わり家康になり変わっていたというような学説ですね。こちらもなかなか真実なのかなと思わせる面白い話でした。そしてさらに古代の天皇の話ですとか聖徳太子がいたとかいないというような話、いろいろ取り混ぜて面白かった一冊だと思いますので、興味ある方は読んでみてください。以上です。